梶井元次郎早急。ある晩春の午後、私は村の街道に沿った土手の上で日を浴びていた。空には長らく動かないでいる大きな雲があった。その雲はその地球に面した側に藤紫色をした陰影を持っていた。そしてその膨大な容積やその藤紫色をした陰影は何かしら暴漠とした悲哀をその雲に感じさせた。私の座っているところはこの村でも一番広いとされている平地のへりに当たっていた。山と谷とがその大方の眺めであるこの村ではどこを眺めるにも勾配のついた地勢でないものはなかった。風景は絶えず重力の法則に脅かされていた。その上光と影の移り変わりは谷間にいる人に始終慌ただしい感情を与えていた。そうした村の中では谷間からは高く一日日の当たるこの平地の眺めほど心を休めるものはなかった。私にとってはその終日日に空いた眺めが悲しいまでノスタルジックだった。ロートスイーターの住んでいるといういつも午後ばかりの国、それが私には想像された。雲はその平地の向こうの果てである雑木山の上に横たわっていた。雑木山では絶えずホトトギスが鳴いていた。そのふもとに水車が光っているばかりで目に見えて動くものはなく、うらうらと晩春の日が照り渡っている野山には静かな物うさばかりが感じられた。そして雲は何かそうした安逸の悲運を悲しんでいるかのように思われるのだった。私は目を谷の方の眺めへ移した。私の目の下ではこの半島の中心の山陰から分け出てきた二つの谷が落ち合っていた。二つの谷の間へ楔のように立っている山と前方を屏風のように塞いでいる山との間には一つの谷をその上流へかけて十二一重のような山ひだが交互に重なっていた。そしてその果てには一本の巨大な枯れ木をその頂に持っている。そしてそのためにことさら感情を高めて見える一つの山がそびえていた。日は毎日二つの谷を渡ってその山へ落ちてゆくのだったが、午後早い日は今やっと一つの谷を渡ったばかりで谷と谷との間に立っている山のこちら側が死のような影に安らっているのがことさら目立っていた。3月の半ば頃、私はよく山を覆った杉林から山火事のような煙が起こるのを見た。それは日のよく当たる風の吹く程よい湿度と温度が栽培する日、杉林が一斉に飛ばす花粉の煙であった。しかし今すでに樹勢を終わった杉林の上には褐色がかった落ち着きができていた。ガス帯のようなわかめにけぶっていた欅や奈良の緑にももう初夏らしい落ち着きがあった。たけた若葉がおのおの影を持ちガス帯のような夢はもうなかった。ただ谷間にムクムクと茂っているシイの木が何回目かの発芽できな粉をまぶしたようになっていた。そんな風景の上を遊んでいた私の目は二つの谷を隔てた杉山の上から青空の透いて見えるほど淡い雲が絶えず湧いてくるのを見たとき、知らず知らずその中へ吸い込まれていった。湧き出てくる雲はみるみる日に輝いた巨大な姿を空の中へ広げるのであった。それは一方からの尽きない生成とともにゆっくり旋回していた。また一方では巻き上がっていったヘリが
絶えず青空の中へ消え込むのだった。そうした雲の変化ほど見る人の心に言い知らぬ深い感情を呼び起こすものはない。その変化を見極めようとする目はいつもその尽きない生成と消滅の中へ溺れ込んでしまい、ただそればかりを繰り返しているうちに不思議な恐怖に似た感情がだんだん胸へ高まってくる。その感情は喉を詰まらせるようになってきて、体からは平衡の感じがだんだん失われてき、もしそんな状態が長く続けば、そのある極点から自分の体は奈落のようなものの中へ落ちていくのではないかと思われる。それも花火に仕掛けられた紙人形のように、体のあらゆる部分から力を失って、私の目はだんだん雲との距離を絶して、そういった感情の中へ巻き込まれていった。その時私はふとある不思議な現象に目を留めたのである。それは雲の湧いて出るところが影になった杉山のすぐ上からではなく、そこからかなりの隔たりを持ったところにあったことであった。そこへ来て初めてうっすり見え始める。それからみるみる大きな姿を表す。私は空の中に見えない山のようなものがあるのではないかというような不思議な気持ちに捉えられた。その時私の心をふとかすめたものがあった。それはこの村でのある闇夜の経験であった。その夜、私は提灯も持たないで闇の街道を歩いていた。それは途中にただ一軒の人家しかない。そしてその家の火がちょうど戸の節穴から映る郊外の風景のように見えている。大きな闇の中であった。街道へその家の火が光を投げている。その中へ突然姿を現した人影があった。おそらくそれは私と同じように提灯を持たないで歩いていた村人だったのであろう。私は別にその人影を怪しいと思ったのではなかった。しかし私は何ということなくじっとその人影が闇の中へ消えていくのを眺めていたのである。その人影は背に負った光をだんだん失いながら消えていった。網膜だけの感じになり、闇の中の想像になり、ついにはその想像もふっつり断ち切れてしまった。その時私はどこというもののない闇にかすかな旋律を感じた。その闇の中へ同じような絶望的な順序で消えてゆく私自身を想像し、言い知らぬ恐怖と情熱を覚えたのである。その記憶が私の心をかすめた時、突然私は悟った。雲が飽き立っては消えてゆく空の中にあったものは、見えない山のようなものでもなく、不思議な岬のようなものでもなく、なんという虚無、白日の闇が満ち満ちているのだということを、私の目は一時に視力を弱めたかのように、私は大きな不幸を感じた。濃い藍色に煙り上がったこの季節の空は、その時見れば見るほどただ闇としか私には感覚できなかったのである。1928年2月。